はい、まいどおきにーふぺールとです。今回の動画も新型コロナウイルスの海外最新情報をドイツ現地から皆様にご紹介いたします。<music> 今回の動画内での情報は、ドイツ時間12月21日、午後10日までにドイツで報道されたニュースです。今回も重要な点だけピックアップして皆様にご紹介いたします。まずですね、昨日から大騒動になっている 英国での変異体についてですが、こちら欧州においても結構な国々が動いております。そしてアジアでも動き始めております。今現在分かっている変異体についての情報をご紹介いたします。まず20日ですが、イタリア変異体に感染した患者を発見とありまして、英国、そして南アフリカで発見された変異体ですが、こちらに関してはイタリア、他にもいろんな国々で発見されております。で、ドイツウイルス学者の意見ですが、ウイルスはすでにドイツにあると思うと、そういう発言もあり、 彼の推定ですが、突然変異はこれから始まるワクチン接種に悪影響を及ぼしませんと、現段階では言われております。またドイツ、政党 s p デの健康政治家、変異体の急速な進行について警告とありまして、彼は伝染性がはるかに高いとされる、新型コロナの足が遅から早から100%、ドイツにやってくる可能性を示しましたと。また、ボリス・ジョンソン首相ですが、突然変異に対するワクチンの効果がこれ以上劣るという証拠はないと述べましたと。 なのでまあ、ドイツのウイルス学者クリスチャン・ドロス選手とボリス・ジョンソン首相の意見としては、この変異体はコロナワクチンの接種に関して悪影響を及ぼさないと、そういう想定が現段階ではされております。また変異体について他の専門家の意見ですが、スイス・オーストリア。スイスにおいては現時点では警戒する理由は見当たらないと述べ、オーストリア・ウィーンにあるオーストリア科学アカデミーは、 現在の進展が信じられないほど憂慮すべきとは考えていないとまあ、そこまで今現在の変異体に関して懸念していないっていうのが二人の意見ですまた英国科学者の最初の分析によるとですが新たな亜種は特にスパイクタンパク質において異常に多数の遺伝的変化を持っているとでこのタンパク質に関してはウイルスが細胞に侵入するために必要ですとまあ、そういう情報もありますまたオーストラリア21日本日ですが英国変異体を国内で発見とこちらでも発見されておりますまたフランス 21日、おそらくすでにフランス国内でも変異体が感染拡大している可能性があると、そういうことも報道されており、また変異体に関してフランス保健大臣は、現在のワクチンが変異体に対しても機能すると確信していると、そういう話も出ております。また英国、緊急会議を行うということで、制御不能だということも述べられており、また一方、他のテーマですが、米国研究19日、新型コロナウイルスのゲノムの小さな断片が、ヒトゲノムに組み込まれる可能性と、 ありまして研究によると非常にまれなケースでコロナウイルスゲノムの小さな断片がヒトゲノムに組み込まれる可能性がありますと科学者たちは遺伝子を乗っ取りの結果として新しい病気を引き起こしたり他の人に感染したりするウイルス全体を形成することはできなかったと書いておりますと、まあ、そういう新たな研究結果もあったりで新型コロナワクチン治療薬副作用新型コロナ対策についての情報ですが21日 EU はコロナワクチン1回に対し15.50ユーロを支払うということで、ドイツのビオンテックと米国のファイザーが共同開発したワクチン1回に対し15.50ユーロが発生すると、EU がそれを支払うということですね。そして20日、米国ですが、ドイツ米国共同開発コロナワクチン接種後、これまで6人の重度のアレルギー反応を報告と。ただし現在の土曜の朝までに27万2000回以上投与された うちの6人が重度のアレルギー反応を示したということで、まあ、これから見ても非常に稀なケースだと思われます。で、20日イスラエルコロナワクチン接種を開始へと、そういうこともありまして。また米国、モデルナのコロナワクチンですが、米国で月曜日より接種開始とあります。また米国、米国一般市民は夏または秋の初めにワクチン接種が受けられるでしょうと、そういうことも言われており、そしてフランスですが21日、今週日曜日からワクチン接種開始へとあります。 欧州医薬委員長 EMA ですが、今週月曜日、本日ですが、英国、米国及びその他のいくつかの国で既に使用されているビオンテックとファイザーのワクチンの承認について決定を下す予定ですということで、本日決定を下され、EU においては基本的に日曜日、今週日曜日から開始予定です。また、スイス、19日、ドイツ、米国共同開発コロナワクチンを世界初となる通常承認をいたしました。基本的に今現在承認されているのは緊急承認ということで、 スイスにおいては通常承認がされました。入手可能な情報を鮮密に調べた結果、ファイザーとビオンテックのコロナワクチンが安全であるという結論に達しましたと言われております。また新型コロナワクチン、キュアバックが大量生産の許可を受けると。そういうことも18日に報道されております。またベルギー政治家、こちらですが、誤ってコロナワクチンの機密価格をツイートと。こちらが興味深くてですね、まあ、一回どのぐらいかかるかっていうのがわかるということで、モデルナの薬が最も高価で、一回の投与あたり18ドルかかると。 ジョンソン・ジョンソンに関しては8.50ドルを請求するとまた他のプロバイダーの価格に関してはユーロで示されていたということでビオンテックとファイザーのコロナワクチンに関しては12ユーロキュアバックのものは10ユーロそしてフランスに関しては7.50ユーロそしてアストラゼネカに関してはかなり安く1.78ユーロということでこれら全て機密情報がリークしたということですねで次ドイツの研究所がコロナワクチンの検査開始へと また WHO 世界保健機関は貧しい人々への2021年初頭にワクチンが配布されるとそういうことも言われており南アフリカ新型コロナの変異体が感染拡大とありまして18日時点でもうすでにこの変異体に関しては情報が上がってきておりました当初は 501.V2 と言われていましたで様々な州のサンプルの遺伝子検査中に発見されたと述べましてこちらに関しての関連記事として英国当局は最近英国で見つかった コロナウイルスの新たな変異体について WHO に通知しましたと。まあそういうこともすでに18日時点で言われておりました。そしてチリ大統領、マスクなしで市民と写真撮影で罰金3500ドルと、そういうこともあったり、米国のモデルナ米国で緊急承認を受けると19日ありまして、そして19日時点ですが、米国ワクチン接種後5例のアレルギー反応を報告と。で、こちらで興味深いのが原因に関してですが、化学物質のポリエチレングリコールである可能性が高いと。 これに関してですが、PEG と言われておりまして、エチレングリコールが重合した構造を持つ、高分子化合物、ポリエーテルとも言われております。この物質に関しては、ビオンテック、ファイザー、モデルナに入っております。なので、これがアレルギー反応を引き起こした可能性が高いと今現在言われております。そして中国、19日、冬と春に必須グループにワクチン接種を希望とありまして、感染者、入院患者、死亡者に関してですが、19日、 香港において第4波が発生していると言われております。また20日、オーストラリア、シドニー、新規感染者が増加中と。そしてさらに20日、タイ、魚介類市場関連でこれまでに700人が感染と。そしてまた21日、ロシア、新規感染者過去最多記録を更新しまして29,350人が報告されております。またトルコ、19日、病院火災で感染者9人が死亡と。まあ、病院火災に関してはルーマニアでもありましたね。うん。 そして18日、スロバキア首相、コロナ感染。18日、ベルギー、コロナ犠牲者の半数以上は老人ホームの居住者ということで。ということで、まあ、スウェーデンと似たような感じだということですね。そしてドイツ、ザクセン州、18日ですが、バウツェン地区ですね。発生率711と状況が悪化していると言われております。まあ、ザクセン・アールト州、近郊において、ザクセン州とチューリンゲン州が結構やばいというのがもう毎日のように聞いております。そしてドイツ、ハイデルベルク大学病院、新型コロナ患者を輸送へと。 潜入率が高すぎたため4人の新型コロナ患者がシュトゥットガルトとウルムの病院に移送されたということですまたドイツのアンダー2 0のアイスホッケーチームで8人のコロナ感染そしてドイツ集中救急医学学祭協会集中治療室が少なくとも3月まで過負荷にとありますそして韓国新規感染者1053人病院のベッドは現在不足にと韓国でもすごい悪化しているということが毎日のように入ってきております そしてドイツ、学船州、ドイツ全土で最も発生率の高い3つの地区があるということで。で、ドイツ健康保険会社、特に看護スタッフはコロナに感染する可能性が高いということもデータから出てきており。制限ロックダウン、規制緩和、開催中止に関してですが、21日ドイツ、ドイツ郵便です。ドイツポスト、デハイルですね。英国への小包の発送を受け付けなくなるということで、まあ、これも変異体が関連しております。また21日本日、韓国ソウル、クリスマスの日に5人以上の介護を禁止。1月3日までと。 ということで。まだ20日、WHO 世界保健機関。変異体出現により、欧州でより厳格なコロナ対策を要求ということで。そしてこれから、変異体が出現したことによる制限強化。または禁止。まだ今後数時間後に、いろいろ出てくると思いますが、今現在発表されている情報に関してはこの通りです。20日、ドイツですが、英国北アイルランドからのフライト禁止とあります。12月21日から12月31日まで適用とあります。もうすぐ決まりましたね。すぐ。深夜から、決まりました。 20日、イタリア、英国とのフライトの禁止を検討中と。同日、オーストリア、英国からのフライトの着陸禁止を検討中。同日、ギリシャ、英国からの旅行者に対し、検疫要件を拡大。月曜日午前6時より、検疫3日間から1週間へ拡大と。同日、フランス、英国からの全ての乗客、道路、鉄道、会場、及び航空の交通を停止と。日曜日の深夜から48時間。また同日、ブルガリア、英国発着のフライトの停止。月曜日深夜より1月末まで。 同日、チェコ、英国からの航空機の着陸を禁止、月曜日より。同日、インド、英国からのフライトを禁止、水曜日から12月31日まで。21日、本日。オランダ、英国からのフェリー、飛行機の乗客へ入国禁止、1月1日まで。同日、ノルウェー、英国からのフライトの停止、少なくとも48時間。同日、ルクセンブルク、英国からの旅行客の発着を一時停止、月曜日以降24時間。同日、ポーランド、英国からのフライトを一時停止、月曜日深夜より。 同日アルゼンチンとチリ英国への往復のフライトを停止同日カナダ英国へのフライトを禁止同日香港英国からのフライトを禁止と香港に関しては英国からのフライトを禁止したアジアで最初の都市であり日本や韓国などのアジア諸国はまだ飛行禁止を課していないが彼らの状況を注意深く観察しているということでこれに続いたのがインドでした、はい、また冒頭でも言いましたが今後数時間でいろいろな情報がまた出てくると思うのでそっちらに関しても注視してください そして21日英国大臣フランスのトラックの禁止には驚いたということで,でまたドイツ自動保護協会ですがクリスマス休暇を1月末まで延長させたいということもありましてでスイス引き続きコロナ対策を強化と18日時点で言われておりますまたドイツザク選手ケムニッツテイクアウトも禁止にと18日から言われておりますそして18日世界医師会会長ドイツでの厳格なロックダウンは少なくとも2月まで延長されるべきだと考えると いうこともありま,してまた18日スウェーデン政府は初めてマスクの着用を推奨とこちらも日本でも報道されたはずです、まあ、初めてということですねそしてオランダ花火や爆竹を当局に届けるように住民に呼びかけとありましてそしてドイツ作戦州スーパーのコロナルールを強化へとありますまた米国ロサンゼルスアカデミー博物館の開館が再度延期へとありましてクロアチア旅行禁止へ12月23日から1月8日までと イタリア12月21日から1月5日まで厳格ロックダウンへ入りますなので本日からですねオーストラリアシドニー再びロックダウンへとオーストラリアシドニーでも入りますまたその他財政支援経済に関してですが20日英国政府旅行客への補償を検討とありましてまだ18日ドイツ鉄道年配の乗客に高性能マスクを配布したいと薬局においてはもうすでに 厚生のマスクがある一定の年齢層においては無料で3枚まで受け取ることができるはずです。そしてドイツコロナ財政援助ということで19日にまた新たな情報が入っております。ということで今回の動画は以上になります。また新たな情報は手に合い次で皆様にご紹介いたします。それではまた。バイバイ。